供の頃から喧嘩ばかりで、言われたことにも歯向かうガキで、学校も退学する、これ何校目の学校で卒業やっとして、社会人になっても破壊心改心せずにさせた、不安に安心させず無関心、言われたことに背を向けた反抗期、与えてくれた愛でさえも届かない思いを死に願いを、あの時現行犯で逮捕、顔を出してくれた面会何回も、一人になってやっと気づいて、今ある全てあなたのおかげで、だから感謝の言葉届けるぜ、喜び悲しみも一緒に